そうではなくて、今回は皆さんに謝らなくてはいけないことがあるんです。最後まで見てください。はい、皆さんこんにちは。今回は皆様にお詫びを申し上げないといけないことがあるんです。私はいつもご覧の通り床で腹筋のメニューをやっております。見てくれている方の多くは布団やベッドの上でしている方が半数以上見受けられます。そして昨夜、私はベッドの上でいつも私が載せているメニューをやってみたところ、全く効きませんでした。私は動画を載すたびに2倍効く3倍効くと載していたんですけども、ベッドの上では全く効きませんでした。お詫び申し上げます。今回は布団やベッドの上でも確実に効くメニューをご用意しました。柔らかいところでは、起き上がる腹筋、背中を丸める腹筋、転がる腹筋、どれも効きませんでした。要するに上からの力と下からの力がサンドイッチされないと腹筋に効かないことが分かりました。腰を丸めることによって布団やベッドが沈んでしまうとお腹に効かなかったんです。そこで編み出したメニューが5つあります。30秒行っていきます。スマートフォン持ったままでいきます。今日も一歩前進しましょう。まずは足を曲げて少し前に出します。この状態で膝から下を動かします。その時に反動が起きます。これで腹筋に力がかかります。まずは寝たままいきましょう。90度よりも少し前に出します。足の力はできるだけ抜きましょう。いきます、スタート。揺らす感じです。ベッドや布団の方でも揺らすことによって力がかかります。硬いところでやる方でも効かすことができると思います。ペースを合わせてください。はい、 OK です。今度は曲げたまま出したら戻します。出したら戻します。柔らかい場合ちょっと揺れないと効かないんで、これくらいのペースで戻したらすぐ引きましょう。ふっふっ、そういう感じです。はい、OK です。少し今度膝曲げたままで足を動かします。足伸ばしちゃうとももに力が入りやすいので、少し曲げたままバタバタ動かしましょう。腰がついてる感じはね、柔らかい場合わからないんで、足をねとにかく力抜いて動かしましょう。OK、今度はね、上体を起こして腰丸めたままで足を動かします。ポイントはね、足の力を抜くことです。息を長く吐いた方がいいです。うわ、頑張って。股関節痛い人はね、ちょっと膝開いて、いやー効いてきたー。 OK、 ギャーかー、効いてきた。今度はね、手を起こします。これラスト、このね、気持ちいい上下に跳ねる感じ、床とね、フロントベッドの柔らかい感じ使って、体を上下に動かして、くっちゃだけじゃなくてね、弾む感じ。あー、きつい。あー、上下で弾んで、
あ、痛い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 、うわぁ、うわぁ、マジで効いた。ありがとうございました。皆さん、柔らかいとこでやってる皆さん、今回はね、効いたよ、効いてなかったよっていうのはコメントで教えてください。コメントではだいたいベッドでやってますとか、布団でやってますとか、ヨガマットの上ですとかっていうのをプラスしてもらってコメントしてもらえると、こちらもアドバイスしやすいので、よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。